今日の奇跡、プレのオリガです。今日は息子が癒された話をさせていただきます。私の息子は生まれつきの重い脳障害があり、寝たきりです。高校卒業までは在宅介護をしていましたが、新しい施設ができたことと、私もそこの職員として働くことで息子の施設入所を決めました。いろいろなことがありましたが、施設生活も10年が過ぎました。2022年の11月、体調を崩し、施設の医師から呼吸がゼーゼーと音がして、熱も少しあり、肺炎気味なので個室で治療を行います。と言われ、急に寒くなったので風邪でもひいたのかなと軽く考えていました。次の日も出勤前に、愛する天のお父様、今日も子供たちを守ってください、私をまた守ってくださいと朝の祈りを済ませて勤めに行きました。その日の夕方5時頃急に連絡が入り、息子さんの状態が悪いので救急車で医療センターへ向かいます。オリダさんも急いで医療センターに行ってくださいと言われ、医療センターに向かいました。医療センターでは付き添ってくださった施設の医師から、呼吸が苦しそうなのでカニューレを挿管したのだけど、本人さんが動いて喉を傷つけてしまい、すぐに抜管したのだけど酸素飽和度が上がらないので搬送しましたと説明されました。検査も長くなりそうなので施設の医師には戻っていただき、私だけが残って説明を聞くことにしました。待っている間も、神様感謝します、感謝します、息子を守ってください、神様今状況が分かりませんがどうぞ癒しを与えてくださいと必死に祈りました。長く待たされ息子のそばに行くと、酸素を5リットル投与され、顔色は白く苦しそうでした。医療センターの医師からファイバーで気道を確認したところ、右の肺と左の肺の分岐するところに肉毛ができていて、それで酸素の通りが悪くなっています。またこの塞いでるところに痰が詰まって窒息状態になりやすくなっています。これは医療センターで見せていただいた肉毛の写真です。今後の治療方針について早急に考えてください。治療一つ目、肉毛を取る手術。肉毛ができている場所が悪く、かなりリスクが高いです。二つ目、呼吸器をつけて器具で肉毛を抑えて酸素の通りを良くする。しかし、本人さんにとってはとても辛い治療になります。三つ目、このままの状態で延命はしない。どうされますか?と言われましたが、何も考えることができず、家族は娘だけですので相談してから決めさせてくださいというのがやっとでした。それから集中治療室に運ばれ、少しの間ですが病室に入れてもらい、癒されますようにと神様に必死に祈りました。自宅に戻り、教会の皆さんに癒しのお祈りをお願いし、娘に兄の状態、医師からの説明を伝え、危険を冒してまで治療を受けさせたくないと私の思いを伝え、娘もこれ以上兄に辛い思いをさせたくないと言ったので、明日一緒に医療センターの医師に伝えに行くことにしました。その夜は眠れず、ずっと神様感謝します、感謝します、どうぞ息子を癒してくださいと祈り続けました。翌日医療センターに行くと、別の医師が待っていてくださって、あのあともう一度ファイバーで肉毛を確認して触って押してみたら動いたので、引っ張ると取れたんですよ。いやー不思議です。昨夜お伝えした厳しい状況は回避できそうです。肺炎が良くなれば施設に帰れますよと言われ、私たち親子は大喜びしました。またなぜもう一度ファイバーを使って確認されたかが不思議でしたが、
神様に感謝し、教会の皆さんに連絡をして神様を褒めたたえました。しかし喜びもつかの間、次の日の夜遅く、医療センターの医師から電話がかかってきました。やはり粘い痰が気道の奥に詰まってしまい、一時は酸素飽和度が 60% まで下がり、かなり危険な状態でした。気管にファイバーを入れて痰を取りましたが、このまま窒息することもあり得る状態でしたと言われ、すぐに向かいましょうかと尋ねましたが、今夜は多分大丈夫ですと言われました。また教会の皆さんに状況を伝えて祈ってもらうことにしました。翌日着替えを持って病室に行くと、息子は荒い呼吸をしていて、モニターの心拍数は120から130近くになり、気管切開部分はたくさんの血痕がつき、痰を吸う吸引器にも血液がかなり入ったのか真っ赤になっていました。医師も私に気づき、昨夜は痰が粘くてなかなか取れず、いつ窒息するかわからない状態でした。医師がすぐに対応できてよかったのですが、対応できない時もありますと話しに来てくださいました。聖書に全てのことに感謝しなさいとありますから、息子の病も感謝しました。神様感謝します、感謝します、息子を癒してくださいますから感謝しますと祈り続けました。毎日感謝する中で、息子の顔色も良くなり、また教会の皆さんの祈りもあり、不思議なことが起こってきました。粘くて取れなかった痰が取れるようになり、ぐったりとして動かなかった息子が、妹が行くとベッド柵をたたいて動きが出てきて、酸素飽和度も 98% くらいまで上がっています。またよく見ると動きが良すぎて酸素マスクが外れているではありませんか。脈も70代まで安定してきている。これはもしかすると早く退院ができるかもしれないと思った翌日、朝早く、急ですが明日退院が決まりましたと連絡が入り退院しました。今も元気に施設で過ごしています。神様が私たちの祈りを聞いてくださり、手術が必要だと言われた肉毛が取れたこと、呼吸を楽にしてくださったことを心より感謝します。ここまで私の話を聞いてくださってありがとうございました。